このグランプリで戦われているマシンの 90% 以上は日本の4大メーカーであるヤマハ、ホンダ、スズキ、川崎のマシンで占められている。走る実験室と呼ばれるレーシングマシンは常にメーカーの技術の粋を集めている。コンマ1秒でも速いマシンを作ることが同時にストリートバイクにフィードバックされていくのだ。またグランプリレースでの結果がヨーロッパ市場での販売台数に直接影響を及ぼすことになる。したがって各メーカーともグランプリレースに巨額の費用を投じているのが現状である。ロードレース最高峰 500cc クラスに出場しているマシンにはファクトリーチームでの開発から製作までの工程に最高の先端技術が導入されている。各パーツはマグネシウム、チタン、カーボンケブラーなど新素材がふんだんに使われ、一台のマシンが完成するまでに1億円近い費用が投じられる。そして性能は 500cc で最高出力150馬力以上、最高速度300キロを超えるモンスターマシーンが出来上がる。レース前、各マシンは FIM の規定に基づき車両検査を受けなくてはならない。改造範囲、各部のパーツなど厳格にチェックが行われる。またマシンに鋭い突起物がないか、ハンドルとカウリングが接触していないかなど、特に安全性に重点が置かれている。予選は定められた時間内にラップタイムを競い、本番レースでの優位なスターティングポジションを得るために行われる。予選はまたレースの前哨戦としての意味もあり、ライバル同士の情報収集、コースに合ったギアレシオ、サスペンションのセッティングなども兼ね、この限られた時間を最大限に利用し最良のマシンに仕上げていく。グランプリのクラス分けは排気量別に 500cc、350、250、125、50cc、 そしてサイドカーと分けられているが、83年からは 350cc が除外され、84年から 50cc が 80cc に変更された。ワールドグランプリのチャンピオンは大スターであり英雄である。国によっては貴族の称号を与えたり、国家レベルの VIP 待遇を施したりする。またメーカーとの契約金は莫大であり、スポンサーもメインキャラクターとしての確保には大金を惜しまない。このようにして得た彼らの名誉と地位は一生の生活を保障すると言っても言い過ぎではないだろう。レースに参加する全ての人々、各国に情報を送る報道陣、チームをサポートするタイヤサービス、そしてその他のサービス、売店、食堂、マシンを守るメカニック、ライダーの家族、観客たち、華やかにレースを盛り上げるゲストは世界各国のお国ぶりを披露している。そしてパドックを飾るインストラクター、レースを切り盛りするオフィシャル、軍隊、警察、さまざまな人たちがそれぞれの立場でこの歴史あるグランプリを築いているのだ。ケニー・ロバーツ、キング・ケニーと呼ばれた男。ケニーは1951年12月31日カリフォルニアに生まれた。わずか14歳でダートトラックレースにデビューする。ダートトラックを自由自在に走る天才少年と呼ばれ、1977年アメリカのグランドナショナルレースで連戦連勝し、
チャンピオンとなる。そして1978年、ケニーは自分よりさらに速いライダーを求めてヨーロッパに渡った。1976-77年のワールドチャンピオン、イギリスのバリー・シーンとイタリアの新鋭バージニオ・フェラーリがこの年チャンピオンの最有力候補に挙げられていた。ケニーはヨーロッパのグランプリロードレース界においては全くの新人である。しかもワールドグランプリに参加するライダーは誰もが各国を代表する百戦錬磨の英雄なのだ。ケニー自身、自分の実力がどの程度世界に通用するか分からなかった。そして第一戦のベネズエラグランプリでは予想通りバリーが優勝。ケニーは第三戦で初優勝した後、なんと3連勝をマーク。最終戦もバリーを制し、ケニーはシリーズ初出場にしてその年のワールドチャンピオンとなったのだ。1978年、アメリカ人初のワールドチャンピオンになったケニーは続く79年、ワールドグランプリに再び挑戦する。ケニーのライディングの素晴らしさはヨーロッパのファンを存分に魅了した。ケニーは独特のハングオンライディング、つまりコーナーで傾いたマシンよりもさらに内側に腰を落として回るテクニックを完成させた。この走法は現在ではコーナリングの主流になっている。ケニーは他のライダーを圧倒し次々と優勝を重ねていく。79年、イギリスシルバーストーン第11戦、観客たちは先頭を風のように走るケニーの勇姿に興奮し感動した。ポイントリーダーであるケニーを追ってバリー、ハートックの三つどもえの戦いが始まった。ケニー・バリーのバトルは最終ラップまで続き、ケニー・バリーと僅差でゴールになだれ込んだ。そしてこのレースの2人のライバル、2人のワールドチャンピオンの激しいトップ争いは今でも伝説となっている。このシルバーストーンの勝利でケニーのチャンピオンの座は決定的なものになった。最終戦フランスグランプリではバリーが勝つ。しかしこの年の総合ポイントではケニーがリードし、2度目のワールドチャンピオンに輝いた。そして2位バージニオ・フェラーリ、3位バリー・シーンで79年の幕を閉じた。1980年、新しい戦いが始まろうとしている。観客の多くは今年もキングケニーが健在であると信じている。ピットではケニーの3連勝を阻もうと多くのライバルたちが集まっている。 500cc クラス、この年の有力選手は3連覇を狙うヤマハのケニーチーム、この年からヤマハマシンに乗るバリー・シーン。スズキのウィル・ハート、スズキのグライム・クロスビー、78年79年、250-350のチャンピオン、川崎のコーク・バリントン、スズキのマルコ・ルッキネリ、75年350チャンピオン、ヤマハのジョニー・セコット、スズキのフランコ・ウンチーン、ヤマハのパトリック・ポンス、ヤマハのジャック・ミドルバーグ、ヤマハのブーツ・バンデルマン、77年350のチャンピオン、日本を代表する片山隆純、スズキのランディ・マモラ、ヤマハのクリスチャン・サロン、
ヤマハのミッシェル・フルッチ、ヤマハのパトリック・フェルナンデス、ヤマハのレイモンド・ロッシェ、ヤマハのデイブ・ポッター、スズキのグラジアーノ・ロッシェ、スズキのフィリップ・クーロン、ヤマハの浅見貞夫、いずれもそうそうたる強豪ぞろいである。